こんにちはクリッカー夏で,です日産の電気自動車リーフに搭載された E プラスに合同で試乗する機会を得ましたリーフは現行の2台目になる際 40kW のバッテリー容量となり JC08 モードでの航続距離を 400km としました 今回の追加モデル E プラスではバッテリー容量を 62kWh に拡大し、後続距離を 570km に伸ばすとともに、モーターのパワーに関してもアップさせています。エクステリアでの変更点はほとんどありません。全長は 4480mm、全幅 1790mm、全高は 1545mm です。 実は車高に関して 5mm プラスになっていますが、これはフロア下に配置されるバッテリーの厚さが 20mm 増えたためです。車高を 5mm 上げつつ、フロア下部方面に 15mm バッテリーが張り出したという形になります。フロントバンパーの下部にセットされるブルーのリップスポイラーは E プラスの数少ない外観での識別点です。 インテリアは標準リーフと同じシックで使い勝手のいい空間が広がっていますドライブセレクターは電気式スイッチとなっていますマウスやトラックボールを操作するような感覚で動かすことが可能ですメーターは右にアナログスピードメーター左にマルチインフォメーションディスプレイが組み合わされたものディスプレイにはステアリングにあるスイッチを操作することで走行状況などさまざまな表示が可能です また、リーフリーは乗車前にエアコンをかけておくことが可能なタイマーエアコンという機能がついており、これもステアリングスイッチを操作することでセット可能です。真夏や寒い冬などに活躍しそうです。さて、試乗してみます。最高出力は218馬力4600から 5800rpm 最大トルクは 34.7kg メートル500から 4000rpm です。 実際に試乗してみると、標準仕様よりも明らかに力強くなった加速がわかります。特に首都高速のような料金所から合流までの区間が短く、瞬時の加速が要求される場面で、リーフ E プラスの速さは圧倒的です。その後の中間加速でも E プラスの速さははっきりとわかります。 今回のテストでは、航続距離の伸びに関しては試す時間がありませんでしたが、E プラスは EV として正しい進化を遂げてやることが体感できました。